今日も癒し系店長のゆきちゃんです。ツイッターでアカウントを作ったんですよ。多分溢れ出る癒しオーラからすぐアカウントがバレてしまうんじゃないかっていう心配をしています。ひっそりとやってるので完全個人アカということで、どうでもいいこともつぶやいてますけど、たまに大事なことも言います。てなことで今日大事なことを言います。深夜かボールペースの回ですね。あ、うん、一番上からいきますか。いきなりじゃじゃん。はい、すごいね、薄さが。アルビノレオパードですね。レオ感、そうね、柄よく見ていただければレオ感はよく出てるんじゃないかなって。乱れてグールドがうるさい。あの子はいつも暴れてます。いいよね、やっぱレオの柄の乱れ方。アルビノになってもまあご健在ですね。でも結構淡い色のアルビノちゃんな気がします。ブラックパステルヘテロ、噛んだ。ブラックパステルヘテロウルトラメルの男の子です。やっぱブラパスはね、黒さがとても神経質ですね。ちょっとビビリちゃんなのでよーく顔を見せてくれないんだけども、やっぱりなんかキュルキュルっていうお目目してますよね。ブラパスとかシナモンはね、どう、全然見せとかありませんみたいな。はい、ヘテロウルトラメルなんでね、ブラックパステルヘトロ、ちゃう、嘘、ブラックパステルウルトラメルが作れますね、相方次第では。ブラックパステルウルトラ、かなんな、本当に。カタカナ。ブラックパステルウルトラメルはめちゃくちゃ可愛いです。ちなみに。全部表現出たのがいたんですけど、昔ね。めちゃくちゃ可愛いので、ぜひウルトラメルと当てて、ブラックパステルウル、もう、やだ。ブラックパステルから逃れられない、今日は。もう。そしてこれはね、結構グッときてるんですよ、私ね、この子。はい、何でしょう。答えは、早い！すぐ言う。すぐ言っちゃうけど、せっかちなんですぐ言っちゃうんだけど、ファイアーレオパードですね。ファイアー、なんかちょっと言い方が。ファイアーレオパードですね。どっちでもいい！やっぱ、褒めて。ファイアーなんで頭がハゲてますね。そしてやっぱレオなんで柄がね、乱れてるんで、なんかちょっといいよね、やっぱこういう。でも結構もう退色してるっていうかね、色が薄くなってますけど、その点を踏まえてもやっぱいいよね。レオってやっぱいいよね。あ、もうこれはみんながいいって言うと思います。はい。なんでしょう？また！ブラックヘッドです。ブラックヘッド。でも今日ブラックあんまりうまく言えないみたいだから、こんなブラックの衣装を着てますがね。ブラックヘッド、メス。もうさ、なんと合わせてもかっこよくなるブラックヘッドですね。でも一番世に出回ってるかなと思うのはブラックヘッドモハベですかね。でもブラックヘッドってもう単体でこの美しさなのでね、もう単体でもいいんじゃねえのって思うとかあるんだけれども、何と合わせたい？シナモン。うん、そうですね。ブラックヘッドシナモンね。とてもいいサイズじゃないですか。そして、なんだかんだ、一番いいなって思ってしまったのが、まあ、ここら辺はさ、もうみんな綺麗だったじゃん。はい。出ました。こいつなんだかんだ一番いいと思ってしまった。何？今、褒めてるとこだから。怒ってる。うわいー何をそんな空気出してんの？めっちゃ怒ってんじゃん。何をそんな文句言ってんの？プシュプシュ言ってますけど、頭見て。頭のハゲ感のこの横の色上がり、すごくない？バンブルビーにしても綺麗じゃない？すっげえ文句言ってるけど。褒めてんだぜ。すっごい綺麗。なんかね、思ってたより綺麗じゃん。これ実物見たら、えって思うと思うんだよね。なんか iPhone が仕事してくれてるのか今ちょっとわかんないですけど、実物めちゃくちゃかっこいいです。いつもの感じはいい。いつもの感じはいい。褒められたくはなさそうです。はい。
やる気だね、あんたなんか。てな感じで。ブスブスめっちゃ良くないこれ。いや、スパイダーは私結構ね、好きなんですけど、にしても、思ってる以上にこの横の腹の色上がりと頭のハゲが、そんな怒る。褒めてんの。どうしたの、そんな人間不信な顔して。いやいや、喋っただけじゃん。やばくない？まあまあまあ、一番お気に入りなんですけどね。この、めっちゃ怒るやん。というわけで、5匹侵入化してあります。ボール5匹ね、久々だから。まだ1回ずつしか食べてないので、3回食べてからの販売になりますので、また販売ツイートは、ツイートはって言っちゃってる。ツイッターにあげるみたいです。ツイートはって言ってるから、ツイッターにあげようかな、と思います。でもこう入荷のやつを出したんで、まあ、私のひっそりアカウントとか、がっつりふざけてるインスタグラムとか、まあツイッターとかにね、通常のレプキンのツイッターとかにあげていきたいと思います。明日から中古の用品大放出するので、あるだけ早い者勝ちとなります。で、今回来店優先とさせていただきますので、喧嘩しないように買いに来てください。はい、それではこの動画はこれで終わります。この動画をいいねと思う、もうめっちゃ怒るね、はい、ごめん。この動画をいいねと思ったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。いや、でもちょっとファイヤーレオングッときてる。今回なんか絶対ブラックヘッドって思ってたんだよね。黒いのやっぱ好きなんですよ。もう最近ずっとバナナバナナ言うてて、バナナ信者だったんですよ、私もね。なんだけど最近は黒いのとか汚いのすごい好きなんですけど、ブラックヘッドじゃんって思って、ファイヤーレオンが意外と刺さってるのと、これはマジでかっこいい。しかも見る感じと一回ご飯を食べた感じでは、あんまり神経障害は感じないです。